い、ほまるのしょうまるセブンでございます。今回なんですけども、こちらエイペックスディラハスがね、出たんでね、買ってきましたということで開封していきたいと思います。ではまずは高評価用のスタート入ります。はい、このね、ウエハースくんたちなんですけども、まあスーパーとかコンビニで、ね、売ってるんでね、まあぜひとも買ってください。でちょっと見るんですけども、ちょっとね、カードはね、1枚入ってるんですよね。まあ本当にビックリマンカードみたいな感じっす。はい、全部で27種類あるということですね。うん、なんですが今日は10個しか買ってきてないんでね、すいません、全部は無理です、申し訳ない。うん、でコモンカードが19種類、そしてレアカードが8種類ということですね。じゃあ開封します。久しぶりだな、こういうのな。まあ普通にね、まあこんな感じと、はい、まあこんな感じと。でこいつの下にパカーカードがありますね。でまずはこいつのお味でもいただきますか。うん、まあ普通にうまいですこれ。うん、さあカードはこちら、シア君ですね。開けていきます。パカー、さあこんな感じですね。ちょっと結構光ってる、ちょっとぼやけちゃうかな。まあまあまあ、こんな感じですね。うん。で、後ろにね、まあデータが書いてあると。本名、オビ・エドラシム。初めて聞いたわ。で、まあこんな感じね。まあ、下の方にアビリティとかね、ウルトの紹介とかね、書いてあるって感じですかね。まあ光ってるんですけど、これコモンカードっすね。で、下の方にね、番号書いてあるんですけども、ちょっと見えないかな。まあ、ナンバー18って書いてあるんだけども。まあこれは18番は、普通のコモンっすね。うん。さあ、2枚目、ライフライン。これもコモンカードですね。本名、アジェイチェ、26歳。とかまあね、いろいろ書いてある感じですね。はあ、さあ、3枚目、ローバくんでございますね。これもコモンですね。さあ、本名、ローバ&ラーデ、36歳。知らなかった。エピソード、竜天の盗賊と。うん、まあ、泥棒みたいな感じですね。はい。さあ、次、兄弟ヒューズの兄弟だ。そう、本名ウォルター・フィッツ・ロイ・ジュニア、55歳、カエルブキ世界、サルボー、おぉ、アビリティ、ナッコ、グレネーダー、マザーロード。とのことですね。兄弟、いいね。はい、じゃあ次、オクティンくんですね。オクタンくん。あ、本名、オクタビオ・シルバー、26歳。おぉ、クラス、スカーミッシャー、おぉ、素晴らしい。危険を恐れる高速兵とのことですね。で、しっかりアビリティ書いてあると。なるほどですね。うん。さあ、今ならレアゼロと。さあ、ついに来たぞ。バルキリー、これレアっすね、明らかに。もう見るからにレアっすね、これね。ちょっとカメラが反射してる。うん。さあ、そして裏がこんなんですね。さあ、地上の覇権は譲ってやる。空は私のものだ。とのことですね。スキンネーム、バースライト。へえ。生まれ持った権利。へえ。本名、今原海里。31歳。おぉ、アンジェリア、どこだよな、スカーミッシャー。おぉ、いいっすね。光ってるんですよね、結構。すごいね、これね。一泊150円くらいなんだけども、これなんか、転売とかしそうだな、もうこれ。もう誰かしら転売してんだろうな、これ。さあ、次もレア来た。ブラッドハウンドくんっすね。ザ・インティミデーター。インティミデーター。どうしよう、共に相棒、力強く戦え、とのことですね。さあ、ブラッドハウンド、年齢40歳。帰るべき世界、タロスくん。クラス、離婚。おぉ。素晴らしい。さあ、お次はパスファインダーですね。こちらノーマルカードですね。はい。さあ、裏目。ホームパスファインダー、年齢77歳。一応年齢あるんですね。帰るべき世界、ブサマテ。クラス、スカーミッシャー。前線の、なんてこれ。送金兵だっけ、なんか、そんな感じだった気がします。ちょっと忘れちゃいました、読み方。すいませんね。アービティがグラップリングフック内部情報。あれ？ちょっと古いな、これな。ちょっと古いな。ジップラインガン。まあいいでしょう。ちょっとシーズン20から仕様買ってね。パークでね、読めるやつ選ぶんだけども。書きたね。さあ次、レブナント。こちらも通常カードですね。さあ本名、カレブクロス。年齢359歳。そうなの本当に？まあいいや。帰るべき世界不明。クラス、スカミシャー。人工の悪夢。サービィティはシャドウバンス。アサシンの本のフォージシャドウとのことですね。なんか右の絵がコースティックに超見えるんだけど。レブラントっぽくね。すげえな。さあ、最後になりますけども、孫ですね、孫。はいはい、孫ですね。これも通常カードでございますと。本名がナタリー・バケット？パケット？パケットですね。年齢24歳。
変えるべき世界、ソラス、クラスコントローラー。で、アビリティが周辺セキュリティ、天才のひらめき、インターセプトパイロット。はい。まあ、こんな感じでございますね。さあ、10パック開封してね。まあ、こんな感じの10枚が出たということですね。こんな感じでございますということでね、今日の動画はね、以上でございます。何か意見や質問がございましたら、コメント欄にご参照。お疲れチャンス。登録